竹谷一人で突っ込む気だ。こうなったら竹谷が負けた後でうちがホースが戦うじゃないか。源氏はスズラン背負って動いてんだぞ。勝手に背負ってるだけだろうが。スズランの後は芹沢だ。エイスエイエイスエイス。 GPS の部が悪くなったからってうちに戻ってきたのか。あ、そんなわけねえだろうが石橋君。じゃあ何しに来たんだ。まあそうかっかすんなって言ってたもん。あっ、ついに攻め台を使う時が来ましたな東京君。何の冗談だ。見たまんまだ。なら白旗打ってこい。笑わせんじゃねえよ。てめえらなんかな、俺一人で十分だよ。あいつが一人で来たんだった。